選手たちが到着する頃にはかなりの激しい雨だったポルトガル南部アルガルベ地方、パルシャルのベラビスタスタジアムです。コイントス、審判団は主審がロシアのプストボイトワさん、副審がロシアのクロキチナさんとルーマニアのツェプシャさん、第4の審判員がアメリカのコロレワさんという4人の審判団です。全員のエンジン、ヨーロッパでプレーをしている選手たちも合流してというなでしこがこれから先を見据えてという意味でも貴重な場になります。加藤智恵さんの解説、プレイヤーズゲストとして野島ステラ神奈川相模原の大野忍選手、2011年のワールドカップ優勝メンバーであることは皆様もよくご存じの通り、ピッチレベルにはサッカージャーナリスト日比野真理さんを配してお伝えします。さあ加藤さん、初戦です。そうですね、やはりねこういった選手たちの表情を見ていても、やはりね今シーズンしっかりと厳しい戦い続いていくな、やはりその中でしっかりと自分たちがやれることというのをねやってくれるんじゃないかと、そういった期待持てますね。アルガルベカップ今年日本はグループ C、 まず今日のオランダ相手、続いてアイスランド戦があってデンマーク戦、そして上位ですとそれぞれの順位決定戦へ、成績上位の2チームが決勝へと駒を進めます。大野選手もこのアルガルベカップ何度も経験しておられますけれども、はい、この大会ってどんな大会ですかって聞いたらどんな答えになるんですか。そうですね、本当にどの大会も特別な大会だと思うんですけど、はい、まあ、シーズン始まって最初の、まあ、大会なんで、まあ楽しまあ、自分的には楽しめたらいいなと思って臨んでた大会だったなと思います。あ、そうですか、はい、そして思えばそれが2011年のワールドカップ優勝、あのドイツワールドカップ、その前にもここでねアルガルベカップを戦って弾みをつけたというそんなこともあったこのアルガルベカップです。果たして今年はどんな弾みを今のこのメンバーは持っていくんでしょうか。何しろ加藤さん、直後に国内での親善試合一つやった後に、はい、アジアカップワールドカップ予選がありますので4月に。そうなんですよね、まあ、まだシーズンがこう選手たちにとっては始まったばかりではありますけれども、しっかりとこの中で自分たちでやれることというのを増やしていってもらいたいですよね。端から右、中島です。昨シーズンまでは大野忍選手のチームメイト、アイナック神戸の今キャプテンの中島です。アジアカップは4月にまず3試合が予定されています。アジアの各国ともに力をつけている中で、世界チャンピオンの日本がどんな風に巻き返しを図るのか。こういう入りの時間帯って、雨の影響で随分これボールが止まります。ピッチは相当に水を含んでいます。気温が直前の計測で 15.8 度、かなりピッチを含んだ水を含んだピッチ状態ですね。大野さん、これやっぱり特に点を取るタイプのプレイヤーからすると気を使うものですか。そうですね、まあ、でもボール背後に出た時は相手のディフェンスの選手も処理に困ったりするんで、裏を狙う部分では逆にいいかなっていう部分はあると思います、はいはい、攻める側も困るけれど守る側も困るので、はい、そこを賢くつけるかどうかというところでしょうか、はい、向こうサイドに展開するオレンジのユニフォームがオランダです。何しろ加藤さん、はい、去年の地元開催とはいえユーロのチャンピオンになりましたね。そうなんですよね、本当にここを最近力をつけてきているチームですので、やはりそのあたり、ね、立ち上がり要注意だと思います。右サイドに振ってファンデサンデンのところですがタッチを割ります。ユーロのチャンピオンに立ったオランダ、その時に決勝を戦った相手デンマークと日本はこの後に対戦をします。高倉監督もそのあたり本当にいいチャンスだということを強調していました。改めて加藤さんに伺いますが、もちろん勝利ということが一番大きな薬にはなるんでしょうが、はい、日本なでしこジャパンがこの先もっともっと大きく羽ばたいていく上で今日のゲーム、それからこの先のそのアルガルベカップ、どのあたりが大事なポイントになってくるんでしょうか。そうですね、やはりしっかりと戦っていく中で本当に個の力を伸ばしていくという部分も大事になりますが、やはり日本の良さというところはその組織力ですよね。チームとしてどう戦っていくのか、やはり守備の面でも攻撃の面でもそういったところのコンビネーションをもっともっと高めていく行ってもらいたいなというふうに思います。隅田凛から長谷川優衣、隅田が右に展開します。ただパスが短くなった中島に通らず、狙っている田中美奈、思わず今お隣の大野忍選手がチャンスと小さな声で教え、もっと大きな声で大丈夫ですからねでも今田中美奈選手の足元に入りました。あの辺ですからもうすぐに反応してあらゆる可能性を探っていくのがやっぱりストライカー大事なポイントでしょうか。そうですね、もうそういう自分で見つけるのも大事だと思います。また田中選手と大野さんともちょっと違うタイプのこう得点を狙うプレイヤーという感じがするんですが、実際そう言われて同じプレイヤー目線で大野さんどう感じておられますか。そうですね、これちょっとピンチになるぞ。マルテンスところにシュート、
いきなりの失点、リーケマルテンスバルセロナ1対0先制オランダです。ロングボール一発、少しねピッチコンディションのところで、あのボールが少し伸びたところの処理を誤りましたね。ここは相対した青の5番がイッツェ7です。ベーレンスタインが競って、そしてバルセロナでプレーをするリーケマルテンスがこれを仕留める。今の一連の大野さんにも伺いますが、失点シーンというのはどんな風に今ご覧になりましたですか。そうですね、やっぱあの相手のがああいう処理のところ、自分の日本のチームの処理のところのミスをついてきたと思いますし、まあ、逆に言ったら自分たちにもそういう相手のミスをつくチャンスにもなると思うんで、切り替えて臨んでもらえたらいいなと思います。どうしてもその失点シーンのところどうすればよかったということを考えがちですが、もうプレイヤー目線でいうとすぐ切り替えて同じことが自分たちにも起こせるという、はい、そうですね、ポジティブな考え方、はい、加藤さん、でもこの考え方大切ですよね。いや本当に大事だと思いますね。あとはあのそういう失点に絡んでしまった選手に対して、はい、周りの選手の声かけというのも非常に大事になってくると思います。今日は日本のセンターバックは三宅しおりと市瀬奈々というセンターバックのコンビです。アイナックの三宅と、それからマイナミベガルタ仙台レディースの市瀬奈々は怪我明けです。久しぶりの代表出場ですが、まあ、あのロングボールのシーンはちょっと疲れてはしまいました。最後代表復帰1年ぶりの有吉もフォローに行きましたけども、これは取られてしまいました。前線は田中美奈、先ほど来大野忍選手が、まあ、注目プレイヤーということで挙げています。やっぱりその大野さん、点を取らなければ勝てないというね、その責任感田中美奈選手自身も持っているようですが。そうですね、本当にもう私が取って勝つっていう気持ちを本当に前面で出せる選手だと思いますし、はい、そういう風に出せることでやっぱチームが勝てれば、あの勝ち優勝というのもつながってくると思うんで、本当に全面的に出してもらえたらいいなと思います。田中美奈にとっては思い出の大会であるはずです。2013年のこのアルガルベカップのドイツ戦が代表デビューで、いきなりゴールを初めて決めたのがこの地でした。このところ加藤さんにはあの12月の E1 の一連の試合も解説ご担当いただきましたが、田中美奈ってやっぱり変わってきたなって声ずいぶん聞くんですが、改めてどのあたりが変化だったのか教えていただけますか。あのやはりそのゴールに向かう姿勢であったり、あのあとは周りの選手をうまく使いながらあのゴールを目指せる、この両方が非常にこうバランスよくあのできてきたなという印象ですよね。改めて画面ではフォーメーションで皆様にご覧いただいています。ゴールキーパーは浦和レッズレディースの池田咲子、去年この大会で代表デビュー、フル代表デビューを果たしています。元ヤングなでしこの中軸メンバー。フォーバックは右に1年ぶり復帰、去年この舞台でね加藤さん、はい、膝を怪我して長期離脱を余儀なくされたベレーザの有吉、それからセンターバック、先ほどご紹介した今日若いコンビ22歳の三宅、元大野さんのチームメイトです。そして20歳の市瀬、そして左サイドに E1 ではセンターバックを任された鮫島彩、大野さんとともに2011年のワールドカップ優勝メンバー、本来の左サイドバック起用です。中盤が坂口、今日で代表が117試合目、そして隅田凛とのコンビベレーザの2人です。そしてアウトサイドには右に中島、左に長谷川唯です。そして前線が遅咲きなでしこなんてことも言われますが、29歳の今シーズンからベガルタに移ったハジマドカ、これでハジと読みます。そして田中美奈、2点目はこれも決められてしまいました。今度はアシストのベーレンスタインが自ら決めて2対0。率いるのは FIFA 最優秀女子監督賞を受賞したサリーナ・ビーフマン監督です。失点シーンです。サイドからということは加藤さん、選手たちは警戒していたはずなんですが。その通りだと思いますね。やはりオランダの3トップは強力だということは分かっていたと思うんですけれども、やはりねこう序盤に2失点というところで、少しねあのここで落ち着きを取り戻してもらいたいなというふうに思いますね。先ほどの得点とアシストと得点者が逆です。アシストのパスを出したのがバルセロナでプレーをするリーケ・マルテンス、そして決めたのが今日最前線おそらく起用のリネート・ベーレンスタインです。2-0 のビハインドをいきなり背負ってしまった日本です。
こういう時ってのは大野さん、なかなか気持ちの部分で分かっていても切り替えなきゃと分かっていても難しいと思うんですが、でも大事なことを伺いたいと思います。現役プレイヤー目線で何が大事ですか今。いやもう負けてますし、やっぱりやるこう一対一の仕掛けだったり、積極的にもうどんどん前から行って、切り替えもこうやって前から奪って前から本当に行けるようになれば、こうやってチャンスは絶対出てくると思うんで、切り替えが大事だと思います。しかも今言った中島選手っていうのはもう本当にあの E1 の時にもね、途中から出てもスタートから出ても持ち味発揮しましたが、アイナクでやってても本当にこう頼りになるプレイヤーだったんじゃないですか、元チームメイトですが。そうですね、本当に運動量もあって、はい、本当に素晴らしいパスも出せて、シュートも出せて、ゴールも狙えるいい選手だと思うんで、本当にこういう場でも発揮してもらえれば本当嬉しく思います。今日が代表47試合目、中島恵美のフリーキックです。セットプレーは当然逆襲へ大切なチャンス。ターゲットを見極めて中島さあ蹴った、ファーサイドに流れるボールは端が頭を伸ばす、そして向こうサイド三宅のところでした。端と三宅、ちょっとやっぱりその雨の影響が随分加藤さん降りましたんだね、試合前に。そうなんですよね、最終ラインボルム、ファンデルフラフト、ドミニク・ヤンセンにファンエスという、おそらくはフォーバック、そして中盤に今日が代表145試合目という経験豊富なスピセというアンカーのプレイヤー、こちらがキカ・ファンエスです。青島さん、どうぞ。ウォーミングアップを終えた後の選手に聞きますと、はい、今日のピッチ、あのところどころかなりの水たまりがあるようで、すごく難しくなりそうだと田中美奈選手も話していました。で、高倉監督は対応力ということをテーマに挙げていましたので、そういったところも見たいんじゃないかなと思います。大野選手に聞きたいんですが、やっぱりいろんなその 100% で力を出せる試合ってなかなかないと思うんですが、対応力、今フリーのリポーターからありましたが、大事でしょうか。そうですね、でもそれは相手チームも一緒なんで。マルテンスといった、これは池田の正面、お互い今同じコンディションなわけですね。そうですね、それはもうお互い一緒だと思うんで、まあ、その中で本当にどっちが、まあ、勝ちたいかとか、そういう気持ちが出るのが大事かなと思います。大野さんにお話を振ると、このバルセロナのマルテンスが何か仕掛けてくるという、今日ここまでの流れなんですが、去年2017年の FIFA の MVP、 それから UEFA ヨーロッパサッカー連盟の MVP というダブル受賞をしたのがこのバルセロナのマルテンスです。バルセロナというと大野さん大好きなチームだというふうに聞いていますけれども、はい、そこで活躍をして、つい先日も確かバレンシア戦でゴールを取ってこの代表に合流したばっかりだそうです。すげえ、ユーロ優勝去年した時の MVP ベストイレブンというリーケ・マルテンスが日本の2失点にどちらも絡んでいます。1点を取って1つアシスト、ただもちろん加藤さん、それを受けて立ってばっかりもいられませんので。そうなんですね、点を取る形というのをいかにこの今日からの合計4試合で見つけていくか。有吉も代表1年ぶりの復帰の戦いです。とにかく加藤さん、思えば12月の E1 最後の北朝鮮戦のあの敗戦のインパクトというのが選手たちにも随分あったようで、はい、そこからどういうふうにあのいろいろ考えてもがいてここまで来てるはずなんですが、各選手。そうですね、やはりそういったね、あの悔しい気持ちというのを。中島、端向こうに田中美奈、中島行った、あっと端からのパス、一連のプレー大野さんに伺いましょう。端のところで持って向こうに田中美奈、手前側に、画面の手前側右側のピッチサイド、タッチラインのところに中島が奪って、そして走っていった、行けという声が大野さんからありました。そうですね、もっと端選手にもう少し仕掛けてもうゴールに向かってほしかったっていうのもありますし、中島選手がああいうランニングすることで相手選手も引っ張ってもらったんで、もっと1対1をどんどん仕掛けてもらったらよかったかなというふうに思います。その辺の大島さん、高倉監督からは前を向ける、大丈夫だという声が飛びました。あ、今のですから大野さんのお話ちょうど被るお話、1レベルからは日比野真理さんです。まあ、仕掛けなかったらね、大野さん何も生まれないわけで。そうですね、仕掛けてトライして、もう失敗しても切り替えて自分で奪えばいいだけの話なん で、 そうです、ね、積極的にやってもらえたらいいなと思います。鮫島が縦に送ります。これは流れましたが、田中美奈に走っていこうよ、仕掛けようというそういうメッセージのこもった鮫島のパスのように見えました。しかしその鮫島も加藤さん、 E1 ではセンターバックよくこなしましたね。そうですね、本当にこう、まあ、
熊谷選手がいなかったというところもありますけれども、やはりその中で、ね、しっかりと自分に託された役割というのを発揮してくれたんじゃないかなと思いますね。今名前が挙がった熊谷沙希、リオンのプレーヤーですが、リオンで2シーズン連続のチャンピオンズリーグ優勝というそういう実績を残している熊谷沙希、久しぶりにこの、まあ、なでしこジャパンに合流したわけですが、今日はベンチスタート、あとフランクフルトの横山久美もベンチスタートですが、この流れですと登場のチャンスがあるかもしれません。ここマルテンス、ここの対応ですね、クロスボール、ここは下がりながら三宅しおりのカットです。まあ、ここも少し対応が遅れていましたので、ええ、あのやはりこのマルテンス選手にこういいボールをできるだけ供給させない、そういった前線からの守備というのも大事になってくると思います。前線からの守備という加藤さんの言葉、元ベレーザでのチームメートでもある大野忍さんが大きくうなずいていました。やっぱりその辺は大野さんもやあのそういう責任を持って前線から守備ってことは意識はされるんですか、こういう流れだと。そうですね、本当にあのフリーで蹴られるとやっぱりいい、はい、いいボールを蹴られてしまうので、それをさせたくないためにもやっぱボールプレッシャーは行くべきかなと思います。逆風の中のコーナーキックは流れます。これは日本しのぎました。場所によって相当水が溜まっているようでボールが止まります。さてオランダのフォーメーションとスターティングラインナップをご覧いただいています。実は日本とも対戦経験があって、あの日本のファンの方から、なでしこのファンの方からしてもよく名前を聞くという、そんなメンバーが結構休んでいまして、前線のアーセナルのミーデマがすねを痛めて今回メンバー外です。あと中盤のファンデドンクもふくらはぎを痛めてメンバー外、アヌーク・デッケルも膝を痛めています。確か去年のこのアルガルベカップ日本戦の時に先制ゴールを挙げたプレイヤーです。あとミッドアフもいませんし、去年の日本戦でイエロー2枚退場になったセンターバックのファンデンベルフもメンバー外というふうに手元では把握をしています。ですから加藤さん、結構オランダはユーロの時のメンバーとはまたちょっと何か違うメンバー、メイあの主力がいない中での今日のなでしこのとの戦いということにもなるわけですが、ここまで2得点をしているわけですね。そうですね、やはりね、そういった相手に、まあ、良さを出させてしまっているという部分ありますけれども、やはり、ね、ここからしっかりと相手の良さを消しながら、あの今度は自分たちの良さをしっかりと出していく、こういったあたりね、本当に選手たちの成長を見たいなというふうに思います。相手はユーロチャンピオン、しかしなでしこも元世界チャンピオンです。三宅しおりは2014年のアルガルベカップを経験しています。これも中央でロールトにカットをされます。ファンデサンデン、イッセの対応が問われます。ここは鮫島との連携です。かき回すファンデサンデン、鮫島のクリア、ここは経験豊富なスピセがさばきます。センターバックのファンデルフラフト、アヤックス一旦キーパーへ、その前にドミニク・ヤンセンか、これは流れてシーリーボルムも見送ります。だから先ほど大野選手もおっしゃった通り、こういうミスがオランダにも起こりうるわけですね、今日のピッチコンディション。そうですね、つなぐこと、自分たちのちょっとボールの奪われ方も良くないんで、はい、一回あのフォワードの選手にも、もう裏に流れてもらって、はい、ちょっと相手を裏返すじゃないですけど、相手の裏側に入った方がちょっといいのかなっていう。今の有吉のパスなんかもそういうとか、恥がつないで、しかしここは田中が倒されます。これもマルテンスから縦、ベーレンスタインです。ミーデマがいなくてもこの21番のベーレンスタイン、21歳、そしてバルセロナのマルテンス、中でフルーネンです。フルーネンのシュートは枠の外、フランクフルトのプレイヤーフルーネンです。ですから横山久美のチームメートという形になります、ジャッキー・フルーネン。この人も2017年、去年のユーロ優勝メンバーです。なでしこジャパンのゴールキーパーは池田咲子です。山根エリナは今シーズンはスペインのベティスでプレーをしていて、久しぶりにこのなでしこジャパン合流ですが、今日はベンチスタート。あとベンチにはベレーザの山下彩香も控えています。ゴールキーパー2人ベンチ、今日は池田咲子正キーパー、最前線は萩まどか、そして田中美奈です。まあ、この今蹴る加藤さん、池田もあの東アジア E1 サッカー選手権の時にもね、実績残しましたんで、はい、池田の良さって何ですか加藤さん。あのやはりこのフィードの良さといいますかね、あのそのあたりの足元の技術非常に高い選手ですので、やはりしっかりとディフェンスラインコントロールしながら、その背後のスペースをケアする、やはりそのあたり非常に上手い選手だと思います。ハジ向こうサイドに流れてドリブルを仕掛けていったんですけれども、囲まれます。ハジ今日がハジは代表が手元のデータだと7試合目、まだ国際経験という意味ではというふうに自分でも話していたハジマドカです。隅田、ただこういった、ね、試合を一つずつこう積み重ねていって、坂口、
そして鮫島へ流れてはしまいましたけれども、大野さんが思わずナイスボールといった今の坂口の供給です。こういうボールでこう流れって変えやすいものですか、前線のプレイヤーって。そうですね、相手もああいう後ろ向きになるので、そういう後ろ向きの状態でプレーす行くことでミスをしたりするのでチャンスも出てくるかなというふうに思うので、ああいう裏のボールは大事かなと思います。そして今サイドバックの鮫島の上がり、どうぞ。先ほどから坂口選手はかなりこうディフェンスラインの選手に対してまめに声をかけています。はい、その声かけというのは加藤さん、やっぱり、経験が浅いプレイヤーが今日センターバックの2人です。これ抜けるシュートだー、来た、流れて、しかしゴール前横断、惜しかった田中美奈のシュートでした。ここは大野選手に解説を加えていただきましょう。よく長谷川がこれ切り返して前に出してベレーザの2人の連携でした。いや、いいパスでしたね。スリッピーなピッチを計算して早めの強いパスをグラウンダーで出していきました。田中美奈の合わせはどうでしたか。いや、素晴らしいと思います。あれでツータッチすると、はい、多分このオランダのディフェンスの選手は多分スライディングしたり、このパスコースに多分シュートコースに入ってくると思うんで、あそこをダイレで打ったことをで、ああいう触れなかったっていうあ場面だったと思うんで、はい、ダイレクトでシュート打つっていうのはやっぱ素晴らしかったと思います。そうすると先ほどのパスがつながりは切りはしなかったけれど、鮫島の上がりのシーン、それから今のシュートのシーン、大野さん、これ日本の逆襲の兆しは見えていると見てもいいんでしょうか。いや、もうチャンスは全然あると思うので、そうですか、このまま続けてほしいと思います。そして加藤さん、こういう一つ一つがまた再び世界の頂点を目指すなでしこ、新しいなでしこにとって大切ってことですか。その通りだと思いますね。日本らしさを貫いてぶれない強化、中島、長谷川がつないで端から長谷川。ただ少しずつですけれども、本当に両サイドバックが高い位置を取れるようになってきましたので、やはりそういった意味でも日本のパス回しが少しずつこう相手に効果的になってきたのかなというふうには思いますね。それから今は長谷川唯が今日の基本のスタートは左のワイドなんですけれども、大野さん、今中央でつなぎ、それから仕掛ける役回りに、ね、小さな長谷川唯が今大きな仕事を仕掛けました。これどう見ますか。いや、もうサイドから中に入ってくるタイミングも素晴らしいですし、はい、サイドから中への入ってきた選手は掴みにくいんで、すごいいいじゃないですか。なるほど。大野さんもポジションも、ね、よくなさいますけれども、やっぱりそれは掴みづらさを考えて計算してという。そうですね、自分は、はい、背がそんなに大きくないので、そういうところの駆け引きで相手に勝つしかないので。端つないで坂口、これはチャンスだから、ロビング、いいボールだ。あと一歩中島のところでした。かなり今隣でも大野選手が相当大きなジェスチャーで、今のこの坂口のこれですね、今のパス、ロビング、いいパス、これはもう前線のプレイヤーだったら垂涎もののパスと。いや、もう本当に素晴らしいパスだと思いますし、このピッチの状況を考えたパスだなっていうふうにすごい思います。はい、ですから加藤さん、やっぱりそのこれまでのなでしこたちのこの系譜の中にあるクレバーで繊細で細やかななでしこのサッカーっていうのは受け継がれていると見て良さそうな気がするんですが。そうですね、あとはその中にね、はい、もっとダイナミックさであったりとか、これまでなかったそういった選手間のコンビネーションを高めていくことができれば、よりね、こう強いなでしこというのがね、生まれてくるんじゃないかと思いますね。坂口のスルーから隅田です。今画面でもご紹介している坂口瑞穂です。今日で代表117試合目、何しろなでしこリーグの3シーズン連続のリーグ MVP に輝いた坂口瑞穂です。この人も2011年の優勝メンバーの一人です。だからこの時間帯は大野さんもね、ひっくり返せばとおっしゃってましたけれど、オランダが何もできていない感じがいたします。今の背負いも田中美奈、ここはヤンセン、ドミニク・ヤンセンのファウルです。2シーズン連続国内リーグ得点王の田中美奈です。1m64の田中美奈と1m74のドミニク・ヤンセンのマッチアップです。でも大野さん、よくフィジカルの差が、フィジカルの差がってこと、大野さんも随分言われてると思いますけども、でもそれを上回れる何かって絶対ありますよね。そうですね、本当にそれは技術、日本らしい技術だと思いますし、パス回しだと思うんで、はいはい、そこは自信を持って臨んでもらいたいなと思います。明らかに平均身長では日本よりも上という今日のオランダ代表です。ゴールキーパーファンフェイネンダールは1m77の長身、この人もユーロ優勝メンバー、アーセナルのキーパーです。中島、今度はこちらサイド、結構風があるのは厄介です。しかも風が巻いています。ただこれ、ね、方角が定まらない、ゴールキーパーにとっては非常に難しさがあると思いますからね。グラウンダー気味に蹴った、壁に吸い込まれた、そしてそれを
ファンデサンデ、この人スピードがあります。しっかりとフォロー、鮫島。ここから組み立て直し、代表復帰の有吉沙織です。隅田、長谷川、隅田、この辺りは普段からチームでも一緒にやっている日テレベレーザの2人です。隅田、長谷川が上がる、ずいぶん声が左に響く声が聞こえてきています。選手たちのユニフォームのシャツが風に相当なびく中、田中美奈、ゴールから遠い位置ですがよく残しました。中島探って、坂口、これも面白い。鮫島が今ポジションを変えてこちらサイドにいます。いいでしょう、中島、中島、クルーネンのスライディングのタックルに合いました。クリアされました、日本ボールです。コーナーキック、日本。貴重なコーナーキック、セットプレーのチャンスです。2点ビハインドのなでしこジャパンです。まあ、オランダの方は高さもありますので、やはりこの中でね、一工夫しながらというところはあるかもしれませんね。その工夫は何か。中島、近いところ、イッチェだ。オランダの選手が触って出たように見えました。久しぶりに代表復帰、まず大野選手が小さなささやき声でナイスボールと。でもあれはあえてニアを狙った感じですね、今中島選手は。そうですね、 そのボールだと思います。そして今度は逆に蹴っていく、その合わせて決める側のプレイヤー その心理から言うと、大野さん、この今の中島のボールみたいな、こういう質のいいボールが供給されると気持ちいいものですか。そうですね、といっても、まあ自分はあまりコーナーキック競るタイプではないんで、まあまあまあね、はい、あれなんですけど、あのコーナーキック、まずそもそもあのちゃんとピンポイントで合わせるっていうその技術はすごい難しいんで、はい、中島選手結構簡単そうに蹴ってるんですけど、すごい難しいと思うんで、そこに蹴るっていうのは すごいことだと思います。坂口、端、裏、中島、その裏に抜けていくという、今ですから大野さんが裏裏と言っていたのは、あそこで受けた黄色のスパイクの端まどかがそのまんま縦に相手のディフェンスラインの裏に走っていった方がいいよって、そういう意味ですね。そうですね、それは、はい、その何のために裏に走る必要があるんですか。やっぱもう相手のディフェンスライン もやっぱ裏返したいんで、やっぱ前から前からこういう風に切るとやっぱパワーもスピードもあるんで、そうさせないためにも相手の裏に侵入したいなっていうところです、ね、マルテンス、ここは池田です。もともとは隅田のところが奪われてあっという間に仕掛けられました。しかし池田がジャンピングセーブ。いや、加藤さん、このリーケ・マルテンス枠捉えてましたよ今。そうですね、やはりちょっと1対1では対応しきれていないような場面多いですので、ええ、しっかりとね、数的優位を作り出せるような、そういったねディフェンスの準備というのも必要になってくると思います。上を目指せば目指すほど体格でもそのパワーでも上の選手たちが揃うチームを乗り越えていかなくてはならないなでしこジャパンです。オランダのコーナーキック、これは池田の読み、ファーサイドに流れるという読み、ほぼ動かずにそのままでパンチング逃れました。そして日本ボール、一瀬、ここは隅田がヘッドでつなぎますが、端の動き、そして田中美奈。プレイヤーズゲスト大野忍さんはおそらく一緒に戦っておられるはずです。そんな感じですよね。そうですね、もうあの1点取れれば本当にもっともっとチャンスは出てくると思うので、はい、1点をとりあえず取りに行ってもらいたいなっていうふうに思います。そのこういう相手でこういう流れでも点が取れるという手応え、加藤さん、こういう大会で掴んでおくのが、はい、この先のワールドカップ予選を兼ねたアジアカップであったり、何しろ来年にはフランスワールドカップがもう来ますの で、 そ、 うです、ね、そこに向けても点を取るという手応え、はい、あるいはその方程式っていうんでしょうか。そうですね、こういう形になれば自分たちでしっかりと得点を奪える、そのね、あの自信につながるような、そういったね、あのプレーというのを見たいですよね。2020年にはホスト国として迎える東京オリンピックがあります。おそらくはこの中のメンバーがかなりそのオリンピックに向けても主力になっていくはずです。長谷川、中島、長谷川優衣、
坂口選手も言ってますよ。中島、坂口も前線上がっています。田中美奈ペナルティースポットのあたり、鮫島来た、鮫島来た、鮫島シュートだ、弾いた、まだあるぞ。田中美奈は手を緩めません。長谷川智も今のリフレクションを追っていきました。大野さん、今の鮫島選手のシュートどうですか。いや、いい仕掛けだったと思いますし、はい、いいシュートだったと思うんで、こういう本当にチャンスがあればどんどん狙っていってほしいなと思います。そして中島、ここはリーチの差で相手に奪われました。ただ相手を押し下げています。マルテンスもここまで押し下げておけば危険ではないはずです。前半の28分経過、序盤の2失点をまずは追いつこうという、そんな戦い日本。ただ加藤さん、手数が出せるようになってきてますので。そうですね、少しずつ自分たちの流れになってきてますので、やはりこういったところでね、しっかりとまずは一つ返しておきたいですよね。大野さん、そのなかなか新しいチームになって結果が出せないとき、でも一個何か突破口が見つかると、こう一気にこう道が開けるっていう感じは多分あるんじゃないかという気がするんですが。そうですね、本当にだからもうやりきるだけだと思いますし、はい、もう本当に1点取れば絶対流れは自分たちにも来ると思うんで、本当まずは1点を取りに行ってもらいたいなと思います。こういう強い相手とこういう舞台での結果、そこにつなげられるか。端、あっとパスが短い。今は長谷川優衣が中央にいました。マルテンスに対しては2人で行きます。ここは端間とかしっかりと相手を送らせました。鮫島も上がって相手にプレッシャーをかけます。そして取れれば一気に攻撃にスイッチを入れられます。今坂口が最前線でした。ドミニク・ヤンセン、スライディングをかわされた。シーリーボルブです。エバートン、左にマルテンス、そのマルテンスに出る。有吉の読みが止まります。有吉が詰めていく。有吉カット、コーナーキック、オランダ有吉沙織のプレーです。右から2人目の女性がサリーナ・ビーフマン監督です。そして高倉麻子監督です。日本ベンチ、体格差では優位のオランダのコーナーキック、相変わらず風が気まぐれに吹き荒れます。雨は上がったんですが、ピッチはもうかなり水を含んでいる状況での戦い。日本の初戦オランダ戦、クリアという声が池田から。セカンドボールを狙っている、ヒットした、3点目。セカンドボール、ボルムのシュート、ロングシュートが変化をしてアンラッキーな3失点目、3対0。熊谷、岩渕、ベンチメンバーの表情が一瞬カメラに捉えられました。このセカンドボールでした。左足、加藤さん、ちょっとアンラッキーな失点になってしまいましたが。そうですね、ただね、こういったところもしっかりと枠を捉えてくるあたりはさすがですね、はい、そのあたりが、なるほど、大野さん、ユーロ優勝だけのことはあるという感じでしょうか。そうですね、本当にしっかり結果につながってますし、はい、そうですね、はい、3-0、厳しい点差にはなってきていますけれども、また大野さん、その日本が攻撃の兆しをつかみかけていた中だけに、ちょっとこれはインパクトが大きい3失点目かもしれませんが、でもここからですね。そうですね、まだまだ全然時間もありますし、本当に1点取ればまた変わってくると思うので、はい、しっかり切り替えてチャレンジしてもらいたいなと思います。そしてなでしこで戦うからに、大野さん、そういう気持ちの強さであったり、粘りであったり、諦めない心、大切なんじゃないですか。いや、本当にそうだと思いますし、はい、もう本当にそれでたくさんの方に応援していただいてたんで、もう本当にそれはしっかりこのピッチの中で表現してもらえたら嬉しいなと思います。さまざまな日本の女子サッカー選手の思いを乗せて、それがなでしこジャパンです。端から長谷川が流れたボールをコントロール、鮫島、坂口に出さずに前線へ、風が強いのでちょっと強いパスを出すと戻されるようなシーンもあります。田中美奈受けられず、センターバックでのコントロールはオランダ、経験豊富なスピツェがアンカーとしてコントロールします。ファンデルフラフト、1m78、 スピツェ展開、もう一度ファンデルフラフト。青島さん、どうぞ。ここのところ見ていますと、いよいよこの生き残りっていう意識が選手の中にも強くなってきていまして、特にハジ選手、他の選手より代表に入ったのは遅い中、自分はその世界大会というのは夢のまた夢だったと、ただ今はオリンピック、そしてワールドカップにどうしても行きたいという気持ちが本当に強くなってきて、この大会で結果を残したいと話をしています。
という日々のリポートですが、加藤さんに伺いましょう、はい、やっぱりそういうメンタルの変化っていうのは選手を大きく変えるものでしょうか。いや、その通りだと思いますよね。やはり日本を代表して戦う、やはりそういったね、責任感のある中でのプレーというのは本当に選手たちを大きく成長させてくれるものだと思いますし、やはりハジ選手の中でもそういった意識の変化によってまたね、新たな発見というのもあるんじゃないかと思います。先の12月、加藤さんにも解説をご担当いただいた東アジア E1 サッカー選手権の時、ハジももちろん起用されたんですが、ハジも北朝鮮戦の敗戦を中心に悔しさを味わった一人だと思います。その悔しさでいろいろ高倉監督に伺うと、選手たちも一段とその自覚というものが芽生えて相当考えたと、はい、あの時はだって北朝鮮戦敗れた後にサポーターの方からブーイングが、ね、厳しく選手たちというそんなシーンもありました。そうですね、それが自分の立ち位置なんだよということを高倉監督は試合の後に選手たちに話したんだそうです。はい、大野さんもいろいろこれまでも成功体験ももちろんですが、悔しい体験というのも相当なさってきたはずですが、でも悔しい経験をした後は絶対どうにかしてやろうという気持ちになるもんじゃないですか。そうですね、もう本当にまたその気持ちになりたくないと思ってやれば、はい、本当に勝つしかないとか。あっと、これも池田のキックがそのまんまファンデ3点。あっと、なんということだ。4点目、4対0、日本4失点目。ファンデ3点のゴールです。キーパー池田のキックが直接ファンデ3点の足元に行ってしまいました。自ら蹴ったんですが、そのバウンドがアンラッキーなことにゴールへ。4対0となってしまいました。ただ本当にここからですよね。まあ、先ほどから何度も、まあ、そういった話になってますけれども、やはりこういう苦しい状況の中で、まあ、しっかりと選手たちが前を向いて自分たちのやるべきことをやり続けられるかどうか、ここだと思いますね。もちろん今ピッチ上にいる11人が何かをしなきゃいけないと同時に、加藤さん、はい、何か流れを変えるとしたら、当然そのリザーブ控えているベンチのメンバーの、まあ、起爆剤というものも期待されるわけですが。そうですね、あとは本当にこうベンチにいる選手の声かけであったり、はい、まあ、チーム一丸となってという、そういったチーム力の部分も非常に試されているんじゃないかなというふうに思います。何回も大野選手に聞いて恐縮なんですけれども、 4-0 前半でというのは相当厳しい点差にはなっていますけれども、さあプレイヤーだったらどうするのか、どうするべきなのか、何をまず真っ先にするべきなのか。だって攻めのチャンスあったわけですよ、日本。そうですね、まあ、その中でもやっぱ1点をまず取りに行かなくちゃいけないのはもう全然変わらないことなので、本当に取り続けてほしいですし、ああいうふうにもう何度も前向いてチャレンジすることが大事だと思います。もう何度でも何度でもシンプルにという、はい、とあともう少しその仕掛けた後の切り替えのところがもう少し早くいければもう少しいいのかなって思うんで、坂口からで行って仕掛けるこの後ですか。そうですね、これがもしマイボールになった時でもそうですし、相手ボールになった瞬間の切り替えで前から行けたらもう少しいいのかなっていうふうに思います。青島さん、高倉監督からは下げないという声飛んでいます。加藤さん、これはどう解釈すればいいですか。今大野さんうなずいてますけど、下げないというのは。そうですね、ディフェンスラインを下げないということなのか、それともそうですね、そのような声です。まあ、もう少し高い位置を保ってというところですね。その辺が今日は熊谷のコンディションのこともおもんばかってということで、ベンチスタート一瀬と三宅という、冒頭からご紹介している通り若いセンターバックコンビ、中盤が隅田と坂口、両サイドバックが右に復帰の有吉と左に鮫島。まあ、本当にオランダの3トップがスピードがあってパワーもあってという、そういったところありますから、ディフェンスラインはね、やはりこうボール保持者に対してプレッシャーがいけてないとずるずる下がってしまうんですよね。なので今みたいなのはいい形、プレッシャーかけました、ね、マイボールにしました、はい、長谷川、隅田、長谷川、端が動く、ちょっと引っ掛けられた、もう一丁、長谷川、そう、右中島がフリーだ、チャンス、よしよしよし、日本1点返しました、4対1。これが欲しかったわけですね、大野さん。そうですね、もうすごい、もう前向いてこう仕掛けていいスルーパスですし、長谷川のスルーパス、中島がフリーだったの見逃しませんでした。落ち着いてましたね、中島、左足で。
長谷川が一度こうね取られたボールをもう一度コントロールして、ここ加藤さんにもぜひお話を伺いたいんですが、長谷川のお膳立ても見事でした。はい。そして中島がうまく合わせて、あれ今大野選手も褒めておられましたけれども、加藤さん、中島のシュートの合わせなんかもあれ力まずにしっかりと枠へって大切なんでしょう。そうですね、やはりこのボールが動いている間にしっかりとゴールキーパーの位置を確認して、あのワンタッチで流し込む非常に冷静なプレーだったと思います。中島のゴールで一つ返して4対1、前半の38分になるところです。さあこれで先ほど来大野忍選手が強調していた一つまず取ることというのが達成されました。ここからはどういう、あっと裏にマルテンスが行く、はっきりという声が飛びます。うん、こういった対応ですね。そして最終ラインを下げないという指示が高倉監督からあったという先ほどのピッチレベル日々のリポートがあったばかりです。オランダの攻め、ボールにプレッシャーに行く、ハジと今田中、長谷川が行く、長谷川今相手を完全に困らせました。そしてここは鮫島の駆け引き、足を出した坂口、さあじりじりと来る、慌たずに行こう日本。隅田も絡みます。隅田と一瀬、センターバックの一瀬、ここまで来ています。青の5番が一瀬奈々、ここは枠に飛ばしていったか、隙あらばとにかく飛ばしていこうというイメージか。シェリダスピテです。ノルウェーリーグのボレレンガでプレーをしている27歳、ユーロ3大会出場、2015年ワールドカップのメンバーだった一人でもあります。そう、大野忍選手はその2015年のワールドカップでオランダとも対戦をしておられる先発出場だったわけですが、あの時はオランダの印象、あまり過去の、あの女子サッカーではそんなに出てこなかったチームなんですけども、あの時のイメージってお持ちですか、2015年に対戦したオランダっていうのは。いや、もう前線の選手はもうスピードもあってテクニックもあって、もう本当に上手で、はい、どこ行っても守るのも大変だったんですけどっていうイメージでしたね。そして体格もあり、はい、でディフェンスの選手も、ファンデサンデン、またファンデサンデン、鮫島の裏、鮫島滑る、シュートは飛ばしたんですがフルーネンが打ち上げて助かりました。ファンデサンデン、フルーネン、そう、選手たちが加藤さん、あの今日の試合に先立って強調していたのがサイド、それからこういうスピード、あの準備をしてきたはずなんですが。そうなんですよね、ここが少し、ね、後手に回っているようなシーンが今日の試合に関しては非常に多いので、やはりここを、ね、どうやって止めていくのかというのが、ね、本当今後に向けての大きな課題になってくると思います。そういう課題を一つ一つ試合を戦いながらこうチェックをしていって、潰していって、改善していって、大野さん、そういうところですか。もちろんこれも大切な大会なんですが、アルガルベカップというのも。そうですね、本当にそうやって学んでって変えていければいいかなと思いますし、はい、同じミス、同じことをしなければいいのかなと思います。そしてあのトレーニングよりもこういう実践が何より貴重だった声をずいぶん聞くんですが、やっぱりそういうものですか。そうですね、本当にその中で話もして、あの高め合っていけるものだと思うんで、はい、すごい大事だと思います。長谷川1点返すお膳立てのパス秀逸でした。三宅、隅田、長谷川、坂口が縦に動いた、前には出せなかった、三宅しおりです。長谷川優衣、中島が後ろ向きに走ります。さあ有吉が久しぶりに出てきた、ナイス長谷川優衣。青島さん、はい、その長谷川優衣選手、まずはハードワークを前提に攻撃のところでアクセントをつけたいと話をしていまして、年齢や代表歴関係なくプレーでチームを引っ張っていきたい、そんな話をしています。大野さん、引っ張ってますよね。そうですね、さっきからあの前向いていい仕掛けもしてますし、いいパスも出してるんで、はい、いいアクセントになってると思います。そしてそんな青の14番長谷川優衣選手のプレーぶりを何か妹を見るような気持ちで、よし行けと言いながら今日はゲスト解説として加わっていただいています、野島ステラ神奈川相模原の大野忍選手です。鮫島、隅田、これは流れてしまいました、オランダボールです。はじまどかが今最終ラインに下がって出したボールがタッチに出た、そんなシーンです。今シーズンからマイナミベガルタ仙台レディースに移籍をした、昨シーズンまで、伊賀 FC くのいちでプレーをしていたはじまどかです。スローインオランダ、チェックは一瀬、長谷川、日本ボールに変わります。前半残り時間が少なくなってきましたが、
さあ加藤さん、残りの少ない時間で日本がすべきこと改めて伺いましょう。まずはしっかりとこう自分たちの形を作りながらゴールに迫る、そういった形を作ってもらいたいですよね。まず形を作る、はい、特にどちらかというと攻めの形でしょうか。そうですね、この時間帯少し田中選手にボールが入る機会というのが少なくなってますので、はい、やはりそのあたりでしっかりと田中選手がボールを引き出す、そして動いた後に空けたスペースをハジ選手が使う、やはりそういったね、お互い の, フォワードの同士の連携というのがもう少し見たいなというふうに思います。ファンデサンデベレンスタイン飛ばす、池田しのぎました。池田咲子、オランダボールのコーナーキックです、うん、ナイスセーブでした。で、大野さんもう残り時間が少ないんですけれども、この池田のセーブに応えるべく、まずこのコーナーのシーンをしのいで、で今加藤解説にあった前線の田中美奈、萩まどか、特に冒頭大野さんが田中美奈の名前を挙げましたが、この前線のプレイヤーの何か連携一つでも二つもね、この残り少ない時間で見られればというところでしょうか。そうですね、さっきから田中選手いい背後の動き出ししてるんで、はい、そこに一本出ればチャンスだと思うんで、まずはこれをしのぐ、ここだーっとしのぎきれませんでした。ヘディングはファンデルフラフト、センターバック、5対1。5対1になってしまいました。前半の終わり際、コーナーキックをセンターバックのファンデルフラフト、ドンピシャ代表強化、彼女は49試合目で7ゴール、ディフェンダー陣の中で突出してこれまで代表で得点を取っているのが今決めたステファニー・ファンデルフラフト、アヤックス、かつてバイエルンミュンヘンでもプレー経験を持っている25歳です。1m78 の長身でのヘディングでした。まもなく45分が経過します。5対1、前半の44分の失点です。青島さん、はい、得点を取りたい日本なんですが、先ほどコーチから横山選手に声がかかりまして、はい、後半頭から入るようなこともありそうですね。ハジのシュート、横山へという期待、日々のリポーターから今ありましたけれども、その前にハジマドカが遠目でもまずは狙ってみる、大野さんがうんと声を上げましたけど、こういう姿勢大事ですか。そうですね、もう続けることが本当大事だと思います。まもなくアディショナルタイムに前半入ります。アディショナルタイムはありません。はい、おそらくはこれを蹴って前半終わりかというところ。前半終了のホイッスルです。加藤さん、ですから1点は取った、はい、これをくさびにして後半の巻き返しね。そうですね、あとはその前半で5失点してしまった、ここは非常に、ね、修正が必要になってきますので、はい、まあ、しっかりとこの短い時間の中でどれだけのことが修正できるのか楽しみですね。そして大野忍選手にも伺いたいと思うんですけれども、後半に向けてどうでしょう。そうですね、前線の選手ももう諦めずまだどんどん積極的に仕掛けていってもらいたいですし、もう少し守備のところでも連携をもっと高めればいいかなと思います。引き上げながら相当選手たちもかなり積極的に話をしています。これがきっと後半へ、そして未来につながるはずです。さて、データ放送では今日の試合で使用したマッチボールとサイン入りのユニフォームが当たるプレゼントゲームを実施中です。詳しくはお手元のリモコンの D ボタンを押してください。ではこの後はなでしこで世界一を経験した大野忍選手と前半を振り返ります。アルガルベウィメンスフットボールカップ2018、今度の魔法は次回に来る。ハリーポッター&ザ・フォービドゥン・ジャーニー完全版解禁、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。よもやの5対1、4点を追う戦いを強いられている、まもなく後半のなでしこジャパンです。後半頭、フランクフルトの横山久美投入です。日本は3人交代、今駆け込んでいったのがこれが代表デビュー戦、ベレーザの清水梨沙です。そして野島ステラ、神奈川相模原の高木光が入ります。解説には加藤智恵さん、そしてプレイヤーズゲストとしてまさに野島ステラ、神奈川相模原、今入ったこの背中、17番高木選手の今シーズンからチームメイトになったなでしこジャパン世界一2011年ワールドカップ優勝メンバー大野忍選手を
ゲスト解説にお迎えして引き続きお伝えしてまいります。高木選手入りました。大野さん、そうですね、あのいいフィールドがあるので、はい、期待したいと思います。まもなく後半です。左オランダ、右日本、上下ブルーのユニフォームです。長谷川、ゆいゆいと長谷川のパスを要求する声が飛びます。田中美奈、そして横山久美が背番号9、手前側画面の一番左です。で、大野選手に伺いたいのはやっぱりその横山久美を投入したというのはその仕掛けの部分という狙いがあるんでしょうか。そうですね、そのもう仕掛けてどん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 仕掛けて本当優勝に向かっていくための1点を取りに行ってほしいなと思います。田中美奈、まず後半頭この入りは大野さんとしてはこれ悪くないと。うん、全然いいと思います。そうですか、 もっともっとどんどん仕掛けてっていっていいなと思います。もっと仕掛けてっていいと、はいはい、恥に代わって横山、それから有吉に代わって清水、三宅に代わって高木という後半頭3人のメンバー交代をしてきたなでしこジャパンです。加藤智恵さんにもこれ整理していただこうと思うんですが、あの高倉監督そしてチームとしての狙い、まず清水も高木もセンターバックもサイドバックもできるので、これどういう組み合わせになるかですね。そうですね、今のところ右サイドに清水選手が入っているように見えますので、はい、やはりその相手のマルテンス選手ですね、あのここ前半かなりあのうまく使われてましたので、そのあたりの対応を、ね、しっかりとしていく、そういった狙いがあると思います。あとは膝の負傷で長期離脱を強いられた有吉のコンディションのことを考えて、そんな側面もあるかもしれません。思えば加藤さん、あのベレーザの清水理沙ですが、はい、あのベレーザではセンターバックを岩清水選手とこう、ね、組んでこなしてあの優勝に貢献した一人ですけど、彼女も怪我との戦いがありましてね。そうなんですね、本当にねこう、まあ、昨シーズンですね、慣れないポジションにはなりましたけれども、まあ、しっかりとその中であの多くのことを積み重ねてきたと思いますので、やはりそういったものをね、このなでしこジャパンでもしっかりと出してもらいたいというふうに思います。そしてなでしこフル代表でのデビュー戦はこの試合本来の位置サイドバックでの起用となった清水理沙、青の22番です。そして大野さんの今シーズンからのチームメイト高木ひかり、青のバックナンバー17番がセンターバック、したがって高木一世というセンターバックのコンビです。ここ出ていく、しかしここをかわされる、さあ最終ラインのディフェンスが問われる、またファンデサンデン、鮫島とのマッチアップになるか、ここ残した、よく残しました。今高木です、最初のボールタッチ高木ひかりです。ただ今のような形がオランダの攻撃の狙いになりますので、やはりそういった相手の良さを消す、やはりそういったねサッカーをしっかりとなでしこの方がやっていかないといけないと思います。ロールと中央へ中央へ揺さぶりながらファンデサンデンがまた持つ、ここは長谷川がケアをします。戻して右サイドバックのキカファンイエス受ける、ここは一瀬の対応、今フルーナに対して動じませんでした一瀬奈々、田中美奈収まった、横山、田中美奈、田中美奈、田中美奈、自分で持っていく、横山が今クロスオーバーして手前サイド上がっている、清水選手も行ってますよ、ナイス。そして右の上がり清水、入ったばかりの清水理沙です。中島、中島いいボール、田中美奈合わせきれませんでしたが、いやでも迫力のあるね大野さん、一連の攻めだったんじゃないでしょうか。そうですね、あの本当にいい仕掛けが多く増えてきたと思いますし、はい、積極的にみんな前に前に行ってるんで、ものも調子で1点取りに行ってほしいなと思います。中島のシュート性のクロス、田中が反応しきれませんでした。そしてこの表情です。でもそれだけ惜しいシーンを作りました。で大野さん、そのきっかけになったのは後半から入ったその横山だったり、あと清水の上がりも素晴らしかったですね、サイドバック。そうですね、こうさっき前半と違って高い位置から積極的に前から守備もしてますし、はい、押し上げることでチャンスも増えていくと思います。で加藤さん、こういう一つ一つの良かったところというのをこうつなぎ合わせて、はい、何が最適解なのか、よりいい結果を出してより失点しないために何が大事かというのは、高倉監督、神戸コーチをしたそのコーチ陣もこれ見つけようとしている感じがありますが、はい、中盤の組み合わせ、センターの組み合わせ、ここ一瀬が出ていく、一瀬が出ていく、一瀬は2014年のアンダーセブンティーンワールドカップ世界一を果たした時のメンバーの中軸です。ここも潰しに行く一瀬、でもここはバルセロナのマルテンスがかわしていく、またファンデサンデン対鮫島、長谷川も連動、
下げさせられている今のこの時間帯のなでしこ耐える時間、寄せろという声が厳しく飛ぶ。さあ清水のマッチアップだ。ベーレンスタイン対清水、カバーは隅田です。いいカバーでしたね。中島ロールトが前に送る。さあ横山、フランクフルトの横山です。もう一度横山か、ロールト、フルーネ、シーリーボール、ドミニク・ヤンセン、ファンイエス、スティッツェ、ドミニク・ヤンセン、ボルム、中島に寄せ、清水も連動して上がってきています。パスがの受け手になりそうなところを清水がプレッシャーをかけていました。これが清水、そしてターンして隅田、この16番が隅田凛です。かつて現役時代にはこのポジションでベレーザを、そしてなでしこを支えてきた加藤智恵さんを解説にお招きしているわけですが、今の一連の隅田のプレー、どのあたりが良かったのか改めて整理してください。非常に動きながら相手がどこを狙っているのかというのをしっかりと、ね、感じながらプレーできていたと思いますね、はい、彼女もそれほど大柄な選手ではないので、1メートル59です、はい、相手のそういった攻撃をしっかりとこう感じながら、まあ、最終的に自分がどこでボールを奪うのかというのを、ね、予測しながらプレーしないとなかなかこう世界では通用していきませんよね、はい、今日が代表8試合目という隅田凛です。そして今お話の間に右サイド後半頭から入った22番の清水梨沙、この上下動がね、加藤さん持ち味のプレーヤーですから。その通りですね、相手をキリキリ前させてくれるはず。長谷川ファンデサンデに渡るベイレンスタイン、中央に上がっていく清水、あと相手にプレゼントパスの形になった。まだあるマルテンス、6点目、6対1。どうしてもあと1点のところでこのマルテンスを止められません。日本オフサイドはなかったようです。最終ラインに入っている高木ひかりのところ清水も寄せた。リーケマルテンス、バルセロナ、先制ゴールに続いての今日のこの試合2ゴール目、代表これで86キャップ目で35ゴール目と今のでいたしました。本当に大野さん、あと1点のところまで止めていたのに、肝心なところでマルテンスにはやられてはしまったわけですね。そうですね、もう少し寄せれたらいいですけどね。やっぱでもまあ決め切る力はちょっと素晴らしいかなと思います、まあ、だからこそバルセロナで活躍をしているマルテンスということも言えるわけですが、でも今大野さんが最初におっしゃったもう一寄せのところ、でもそのほんのちょっとのところっていうのがとても大切なんじゃないですか。そうですね、本当に世界のチームの各国のチームはその本当に数センチでも本当に間が空ければシュートは打ってくるので、はい、本当そこを本当にどう縮めていけるかっていうのはすごい大事かなと思いますし、逆に日本もそういうところでさっき田中選手がダイレクトで打ったみたいな、惜しかったですね、はい、そういう相手が思いもよらないプレーで何か駆け引きして狙っていけたらいいのかなというふうに思います。まだまだそういう駆け引き十分狙えそうですけどね。そうですね、もうどんどんチャレンジしていってほしいなと思います。逆にこういう点差になったからにはむしろ思い切って、そうですね、はい、後半頭3人得点が期待される横山久美さんにしてなんですけれども、はいはい、ドイツフランクフルトでかなり充実した時間を送っていると話をしていまして、特に攻撃はもちろんなんですが守備のところ、この強さが身についたという話をしていました、という日々の真理さんのリポートですが、そこは期待したいですよね、さてファンデサンデン、鮫島、一瀬、隅田、坂口がこんなに低い位置を強いられています。相手は前から来てますからね。そういうことですね。長谷川スルー、この判断悪くはなかった、回転取られかけた。長谷川もう一度足を出した。そして横山、長谷川、田中美奈が向こうサイドに流れていく。横山へ縦の関係、その今日々のリポートがあった横山、こういう強さは大野さん見ていて横山の変化って感じる部分ありますか。そうですね、本当に強く感じますし、この短い時間でも、はい、いいタイミングで今も受け裏に抜けられました。横山チャンス、おマイナスの折り返し、シュート、中島浮かしてしまいました。隅田のマイナスの折り返し、最後は中島恵美でした。
今日1点目を決めた中島、2点目は残念ながらここならず。でも加藤さん、この隅田の飛び出しね。そうですね、非常に素晴らしかったですね、はい、でそこに合わせてしっかりと横山選手がラストパスを送った、はい、あの非常にいい連携だったと思います。こういう連携のピースを大野さん、この戦いながら今日のお伝えしているゲームはかなりの点差になってますけれど、でもこのピースをしっかりとつなぎ合わせて自信をこう少しずつ積んでいけば十分ね、このチームでやれるんじゃないですか。そうですね、本当にその通りだと思いますし、どんどん本当にチャレンジして本当に得点につなげていければもっともっと自信にもなると思うんで、積極的にチャレンジしていってほしいなと思います。お伝えしているゲームは6対1という点差になってしまっていますが、すぐに金曜日にはアイスランドとのゲームがここで控えています。そして3戦目デンマーク、順位決定戦ですから、あと3試合これを試して結果につなげるためのそういう大事な貴重な実戦が待ち構えています。ナイス。ベンチからは連続してもらいに行け、もらいに行けという指示です。その連続つながっているいいボールがスペースに出ます。鮫島、前半も惜しいシュートがありました。さあ鮫島に対して横山がスピードを急に上げた、エリアに入った、打つまではいかず相手との対角線、でもこれはスイスやってるからもう慣れている。横山打ってなかったか、ありますよ、まだある、ナイス、来た、田中キーパーだ、惜しい、惜しい、田中美奈でした。しかしファンフェーネンダール、いや大野さん、横山がこのエリア内で持つと何か起こりそうですね。そうですね、本当に嫌なプレーすると思いますし、いい積極的な仕掛けだと思います、はい、そして中島のお膳立て、相手への股抜きのパスを最後田中美奈ですが、これどうだったんですか。惜しいですね、今キーパーもしっかり見えてたと思うんですけど、ちょっと浮かそうかなと思ったんじゃないかなと思うんですけど、惜しかったですね。あとはピッチコンディションが多少ね、水が溜まってますので、少し足を持ってかれる感じになりかけたか、形はできかけている、それは間違いなさそうです。高倉監督の手応えはどうか。さて今の一連のプレーでセンターバック、今日ヘディングでコーナーから前半の間際、終了間際にゴールを決めたセンターバックファンデルフラフトがこの状況を一旦治療です。すぐに戻れるか、それとも一旦ピッチの外か。ああ、一度出るように促されます。この人も去年のユーロ優勝メンバーの一人、1メートル78センチという長身25歳、アヤックスのステファニー・ファンデルフラフトです。改めて日本の今のフォーメーションです。ゴールキーパーレッズレディースの池田、ベレーザの清水、それから野島ステラの高木ひかり、マイナビベガルタの一瀬、そしてアイナック神戸の鮫島という4バックです。アイナックの中島がいて、ベレーザコンビの坂口と隅田、やはりベレーザの長谷川、前線がフランクフルトの横山に日テレベレーザの田中美奈という、こんな構成です。今のピッチ上の11人です。後半の間もなく13分になるところ、点差は6対1。ただ日本、やろうとすること、やりたいこと、やるべきことが見えかけている時間、加藤さん、そんな風に見えるんですが。そうですね、あとはその守備のところですね、はい、失点のシーンなんかはやはり相手がこう得意とするスピードを生かしたプレーからの、スピードのボール、面白い、ターンをできるかどうか。今の田中美奈の受けでした、ポストプレー。それに対して横山もきちんと反応しようとしています。こういう収まる感じが大野さん、やっぱり田中美奈ますますの魅力が増してきた部分でしょうか。そうですね、本当にいいプレーだと思います。そして横山得意の左からこうキリキリ舞いさせていく。思えば去年のこのアルガルベカップの5位決定戦、3対2で最後に失点をしてオランダに敗れた日本ですが、その時に日本の1点目というのは横山組のゴールでした。まさにあの時も流れを変える動き。さあその横山、去年のアルガルベも思えば初戦でスペインという強豪相手で苦戦をした日本ではありました。さて隅田、ずらす、左足のシュート、惜しい、これは惜しい。代表デビューから間もなく1年が経とうとしている隅田凛の今のシュートでした。長谷川の横パス、隅田が相手を見て切り返して左足、大野さんどうでしょう。いや、いい、もう本当にいいシュートだと思いますし、どんどんいい形も増えてきたんで、もうどんどん1点ずつ積み上げていけばいいかなと思います。先ほどはその中盤でディフェンスの対応という部分で現役時代に同じポジションをなさっていた加藤智恵さんに隅田についてお話を伺いましたが、今の攻めのシーンでも大野さんにも隅田について伺ったところです。
で加藤さん、前半なかなかなかった坂口澄田というよく日本だとボランチと言われるこの中盤のプレイヤーの飛び出しが出てきましたよね。そうですね、後ろから味方の選手を追い越していく、長い距離を走れる選手というのが増えてきましたので、はい、まあ、それだけあの前線の選手がしっかりとボールを収めてくれている、そういった部分あると思いますね。あとはですからお二人が強調しているディフェンスの対応の部分、これいいカットだ、長谷川だ、相手をひらりとかわした、そして田中美奈、横山が今中央で鮫島も上がるか、その裏をついた長谷川、みんなが鮫島の上がり気を取られていた隙、長谷川相手を下げる、そしてスティール、鮫島オーバーラップ、エール来た正面、田中美奈のシュートはしかしキーパー正面、ただ大野さんいい形が生まれました。そうですね、素晴らしい、鮫島選手のオーバーラップも良かったですし、はい、タイミングもバッチリでしたね。この鮫島の3番のオーバーラップ、そしてのパス、最後は田中美奈でした。ちょっとだけ正直でしたが、そうですね、でも大丈夫です、はい、1点ずつコーナーキックです。そうですね、フットボールは1点ずつしか返せません。横山久美の右足のコーナーキック、今は追い風か、ヘッドワン、坂口の飛び込み、セカンドよく踏ん張っています。ここは清水です。横山仕掛ける、横山、そして隅田、この辺のテクニック2人かわした、隅田、そして向こうになんともトリッキーな折り返し、横山受け際でかわしてシュート、ヘッドにかわされる、ここは阻まれてしまう、清水追いかける、思わず今大野忍選手がマイクロフォンをつけておられることを忘れてそうという声が上がりましたが、こういうやっぱりテクニックが問われるシーンだと日本これだけできるわけですよ。そうですね、本当にもっともっと本当にどんどんチャレンジしてほしいなと思います。野島ステラ神奈川相模原の大野忍選手、2011年のワールドカップ優勝メンバーをゲスト解説にお迎えして加藤智恵さんの解説をお伝えしています。この縦のパス、中島恵美、中島、そしてみーちゃんというのは坂口瑞穂のことです。背番号10が上がってきました。そしてまだあるぞ日本、真ん中がしかし高い、ファンデルフラフト1メートル78、ドミニクヤンセンが1メートル74、この高さを何か工夫、知恵と工夫と勇気で超えていかなくては再びの世界一というのはなかなか来ないかな、でしこ。ただ兆しは見えています、点差はこうでも兆しは確実に見えています。高い光のパス、隅田が遅らせる、ここは長谷川優が引っ掛けてことだけを得ました、そして長谷川、小さくとも2人かわしていきます、4人を引きずり回します、長谷川優、まさにピッチ上を支配します、チームを牽引します。そして今横山のところでしょうか、その手前の長谷川優のまさにぐいぐい引っ張り回すドリブルでした。そしてここ横山久美のファウルがやや遅れとホイッスルが鳴ったところです。センターバックのファンデルフラフト相手のプレーです。横山久美です、思えばそうですね、昨シーズンのアルガレベカップは4ゴールを取って大会得点王だった横山久美です。岡山湯の郷、そして長野パルセーロと渡り歩いて今はフランクフルト、2012年のあのヤングなでしこアンダー20ワールドカップ日本開催の時のメンバーの一人です。横山選手は相手の14番の選手とチームメイトということで今日の対戦非常に楽しみにしていました、ね、やっぱりそうだったんですね。14番のジャッキー・フルーネンと前半にもご紹介した通りフランクフルトのチームメイト同士が今同時にピッチ上で相対しています。そしてキーパーにボールが出ても横山が追いかけていく、諦めないこの姿勢、さあここは行きたいですね。そして相手のミスが生まれる、そこを坂口が突く、大きく蹴り出されてもそのボールをまたコントロールすれば、だいぶ風が強くなってるような感じですね。そうですね、押し戻されてますね、確かに、はい、そしてオランダがこの流れの中で大量リードはしていますが流れが悪いと見るやメンバー交代を仕掛けてきそうです。ここは攻めきれなかったオランダ、風の音が集音マイクを通じてお耳に達しているはずです。ですからピッチ上はかなりの風がしかも回っている感じ、いい狙いだ、長谷川ちょっと足を伸ばしたんですが届きませんでした。しかしこれは見送った話が、風は上空に行けば行くほど少し強いような印象です。そうですか、デシレーファンルンテレンが間もなく入ります。サイドバック右のキカファンエスに代わっての交代、オランダは今日のゲーム最初のメンバー交代です。アヤックスのデシレーファンルンテレン25歳、今日が代表55試合目、この人も去年のユーロ優勝メンバーの一人、去年アルガルベの日本戦も経験しています。
長谷川、鮫島、大野さん、この特に後半は長谷川優衣の存在感一段と増してるんじゃないですか。そうですね、本当にいいアクセントになってると思います、はい、そして鮫島との連携、横山、鮫島、鮫島、鮫島、横山もサイズ身長でいうと1メートル55ですから決して大柄ではないんですけれども、何か相手オランダの170センチ超というプレイヤー相手にしても大野さん全く何か引きを取らないと言いますかね。そうですね、本当に楽しんでると思いますし、楽しんでるか、はい、見てても楽しんでるなっていう感覚はありますし、独特なドリブルしてると思います。大野忍選手も現役時代なでしこジャパン、元気ですね、今でも元気ですけれども、もちろんあのなでしこジャパンでも数々の国のチームと対戦しておられますし、それからあのクラブレベルでもリヨンでのプレー経験、それからアーセナルでのプレー経験をお持ちですけれども、やっぱりそういうところで相手の体格差とかフィジカル差でこう面食らったことってありますか、今までのそのキャプロあの選手キャリアの中で。そうですね、あの本当に高さでは全然勝てないので、はい、もうあの浮き球というよりもゴロで欲しいですし、そこはもう割り切った。はい、そうですね。あとはもう前向いて仕掛けるとなると、自分はまあドリブルというよりも、まあ味方を使ってあの抜いていくことの方が好きだったので、はい、そっちの方が多かったですけど、やっぱり今のこう横山選手だったり田中選手っていうのは自分で仕掛けることができるので、本当どんどん仕掛けるのは大事だと思うので、もっともっとやっていってほしいなと思います。また大野選手とも違う持ち味を今ピッチ上に立っている11番の今ボールを追っかけている田中美奈、それから9番の横山、それぞれ違う持ち味があって、はい、ですからそれがピタッとはまるときっとまた2点目3点目につながるであろうという、はい、どんどん本当にそうだと思います、はい、もうそれを信じてやるわけですね、はい、ここは隅田が相手に対してボールにプレッシャー、長谷川もローを惜しみません。この加藤さん、運動量を惜しまないということも 大事な要素かと思うんですが。そうですね、あーっと裏を突かれる、ベーレンスタイン、キーパー池田、ここは池田落ち着いて対応しました。青島さん、はい、岩渕選手が今声をかけられました。そしてもう一人、増谷選手にも声がかかっています。岩渕、それから増谷理香という、そんな情報です。2人ともアイナック神戸レオネッサのプレーヤー。大野さん、この流れで岩渕なんか特にうずうずしてたでしょうね。そうですね、本当にどんどん積極的に仕掛けてもらって、はい、フィニッシュしてもらえればいいかなと思います。坂口、要所要所で前半からもこういう正面の浮き球ですとか、さまざまな形でタクトを振っている坂口瑞穂です。センターバックの2人でパス交換をして出しどころを探っているのかオランダ。ならば横山、こういうプレッシャ ー、 うーん、非常にいいプレスでしたね、アーセナルのドミニクアンセンを今困らせた横山のプレー。そして横山、そしてスルーパス、フラッグが上がったか。結構大野さん微妙でしたけどね。そうですね、いいタイミングだったと思うんですけど、はい、スローインを出した中島、あ、こうしてみると、まあ、旗を上げられても仕方がないか。でもこういう形が加藤さん本当に増えてきました。そうですね、後半はあの前半よりも少し高い位置から前線の選手を追ってますので、この辺りで、ね、しっかりとこう網を張ってという、そういった狙いを持った守備というのができてきてると思います。狙いを持った守備、まさに先んじて読んで罠をかける隅田の運動量、そして坂口、でもここを取られると逆に厄介です。逆に困った事態になりかねない、引いた位置で奪われるというのが一番これよろしくないわけです。その辺りのさじ加減を中盤のプレーヤーを中心にどういうふうにコントロールしていくか。さあ、大部コーチが交代用紙を持って第4審判の方のところに間もなく行きます。岩渕、増谷スタンバイという情報、どこを変えてどう活性化を図るのか。なでしこジャパン、ファウルがあってオランダボールです。坂口瑞穂です。準備切り替えという声が随分ピッチ上の選手からもベンチからも飛んでいます。長谷川、一瀬、坂口の連携で相手からボールを奪おうとしたシーンです。依然として気まぐらな強い風があちらこちらから方向を変えて吹いてきます。パルシャルのベラビスタスタジアム、ここはしっかりと集中力高めてもらいたいですね。左足か右足か、ボルムの左足かスピチェの右足か、
経験豊富なスピツェの右足、そしてファンデーサンデン、キーパー池田抑えました。本当に好きあらばというこのシャニス・ファンデサンデンです。リバプールのプレイヤーです。長谷川、ナイスタン、いい受け、まさに先ほどこれチャンス、アウトサイドか。でも先ほど大野忍選手がおっしゃっていたその周りの力を利用してという感じ、今の田中美奈選手の受け方は秀逸でしたね。いやもう素晴らしいターンだったと思います。その田中美奈がここでベンチに下がって、中島もベンチに下がる、岩渕と増谷の投入です。こちらが岩渕真奈、彼女も2011年のワールドカップ優勝メンバー、そしてロンドンオリンピック銀メダルのメンバー。田中中島が下がるというのはちょっと大野さんからと寂しい気持ちもあるでしょうけれども、でもこれから入る2人にも頑張ってもらいましょう。そうですね、はい。増谷選手ってどんなところが持ち味だと感じてましたか、一緒にプレーをなさっていて。いやもうなんか独特なターンしたり、ちょっと自分味方でもわからないようなちょっとトリッキーなプレーしたりするん で、はい。 でもシュートも本当上手なんで、得点にも期待してます。というアイナック神戸レオネッサ、昨シーズンまで大野選手とチームメイトだった増谷里香がここで投入されました。今日でフル代表のキャップ数が16試合目、これまで3ゴールをフル代表で挙げている増谷里香です。でどこに入るか、今のところ予想では右の中島のところにそのまま入るというふうに今のところ見ていますが、これでももしかすると戦いながら変化が加藤さんあるかもしれないですね。あるかもしれないですね。今のところ確かに右のアウトサイドに入っている19番の増谷里香です。はい。右サイドに入るのであれば本当に攻撃力という部分ももちろん大事になってきますけれども、やはり守備のところで一つ二つ連続してこう守備をする、やはりそのあたりのパワーも、ね、しっかりと使っていかなければいけないと思います。はい。ファンデサンデン長谷川です。でもこれを強引にロールとか奪い返した、あとスクランブルが起こっている、なんとか体を寄せて高木の対応でした。高木光です。野島ステラの高木光、一つ寄せたいですよ。右からファンルンテレンのクロスです。途中投入のプレイヤーです。波状攻撃がきます。サイドバックのボルも申し上げています。そしてスピツェのさばき、ロールと途中投入のファンルンテレンです。アヤックス強いパス、スピツェ、そしてまたファンデサンデンがかき回す、マイナスの折り返し、池田大丈夫か。池田飛び込んできたトゥベンテのベイレンスタインともつれました。センターバックは後半頭から一瀬と高木光というコンビになっています。この青の17番が高木光、今シーズンから大野忍選手のチームメイトという野島ステラ神奈川相模原の高木光です。オランダのメンバー交代、24番のダニーク・ケルクダイクはイングランドのブリストルシティでプレーをしています。センターバックのファンデルフラフトとの交代です。そしてもう一人交代は11番のリーケ・マルテンス、前半で2ゴール1アシストのヤンス、マルテンスに代わって26番のレナーテ・ヤンセン、一気にメンバー交代、18番のエスメイ・デ・クラフはこれがフル代表デビュー戦です。ファンデ・サンデンとの交代です。そしてジャッキー・フルーネンも下がります。ケリー・ゼーマンとの交代です。一気に4人交代、加藤さん思えば点差が点差ですので、オランダ目線でいうといろいろなプレイヤーを経験値を、あるいは試すという側面もきっとあるんでしょうけど、はい、あると思いますね。となればこれは日本燃えないわけにはいかないでしょう。これが代表デビュー戦のデフラークです。ファンルンテレに戻ります。前線は岩渕、横山、増谷に長谷川優という組み合わせに変わっています。この時間帯です。鮫島から一瀬、怪我が明けてフル代表この舞台に戻ってきた一瀬奈々、そして高木光、今日は熊谷はベンチからです。坂口、隅田の戻しがちょっと小さかった、思わずお隣の2人もちょっとハッとしたシーンです。
右に展開して清水の上がり、さあ増谷が要求して裏に走る、そして中を使ったターンする、横山か、開きますよ、岩渕左、長谷川、長谷川上げたボール、高さでは分が悪い、あと一歩増谷が追いかけましたけれども流れました、風に持ってかれた感じがあります。田中美奈に代わって岩渕が入り、そして中島に代わって増谷が入ってというこの時間帯です。青島さん、はい、その途中から入った岩渕選手なんですが、練習の時から非常に悔しそうな表情を見せているのが印象的なんですが、はい、どうしても自分はこのスタメンでエースとして試合に出たい、そんな思いが強いんだと思います。この気持ちは大野選手、現役プレーヤー目線でかなりわかるんじゃないですか、この今の岩渕さんの日々のリポートにあった心理という部分。そうですね、本当に岩渕選手は本当にそういうの、まあ、研究もすごい強いですし、はい、そういうのを本当に表現できる選手なんで、その気持ちはすごいわかりますし、まあ、だからこそ今この、まあ、短い時間ですけど、この時間の中でもチャンスを作って結果を出してもらいたいなと思います。その岩渕が前線に走り込んでいきましたが、ここはコーナーキックになります。横山同様、岩渕も今はアイナック神戸で国内でプレーをしていますけれども、もともとドイツで長く、まあ、怪我と戦いながらではありますけれども、やってきた経験値を誇るプレーヤーです。早くからフル代表に抜擢されていた岩渕真奈、自分がチームを引っ張る、いや引っ張りたいという思いは、今大野さんに心理面をお話しいただきましたが、人一倍あるはずです。小さくても岩渕が中央にいる、相手がみんな大きいことが分かっていて、大野さん、岩渕があそこで張っていてチャンスを狙おうというその姿勢、あのポジショニングからも何か彼女の気持ちがこう伝わってくる気がするんですが。そうですね、本当に点を取りたいという気持ちも伝わりますし、はい、もう本当にボールを持ったら本当独特のドリブルで仕掛けて、はい、もう岩渕のあのプレーが出ると思うんで、どんどん本当にボール持って仕掛けてほしいなと思います。加藤さん、岩渕からすると去年のあのプレのね、はい、千葉の福有での一連の戦いは相当岩渕としたら悔しい思いが彼女にも残った大会だったと思うんですが、はい、それを受けたのこのアルガルベ、やっぱり何かこう自分がって思いはそのいい意味においてね、あると思う、強いと思うんですが、はい、なのでやはりね、そういったこの大会にかける思いというのをしっかりとピッチの上で表現しながら、そしてね、まあ、自分がという気持ちはもちろんありますけれども、やはりチームとしてしっかりとこう結果を出していく、やはりね、そのところにもしっかりと取り組んでもらいたいというふうに思います。今マスヤが中央に上がっていて、まさにセンターフォワードの位置で何かしようと仕掛けをしたところです。こういうポジショニングの変化、さあ岩渕のところにボールが出る、すぐ反応する、その前への縦の動き、岩渕の動きが相手の途中から入ったケルクダイクのミスパスを誘いました。日本ボールのスローインです。熊谷はベンチ、宇津木も今日はベンチのまま、まだ登場機会今日はここまでありません。スローイン日本、横山、裏へマスヤ、岩渕が待っている、パスさえつながればというところでした。このセカンドボール、坂口、隅田、狙ってみる、遠目からシュートに持ち込んだ隅田凛でした。ただ相手のエリアを何かこう崩すような形までは持っていききれませんでした。横山が追う、ただこの時間帯はしっかりと高い位置でボールを奪い切れていますので、はい、やはりしっかりとそういった部分を攻撃に、ね、いい形でつなげてもらいたいと思います。スピッツェに対して絡んでいこうとしていた隅田です。そして坂口がコースを切る、うん、いいですよ。ここは一者の判断です。センターバックが上がって相手にプレッシャーをガーンとかけていきました。ナイス。そしてこの逆サイドへのボール、あと一歩岩渕には届かず、でも何度でも何度でも何度でも大野選手、諦めずにやっていくことが大切、これも前半から強調しておられましたが、そうですね、本当にそれがなでしこらしさだと思いますし、本当1点1点本当に取りに行くことが大事だと思います。今目の前の試合は6対1という大量点差にはなっていますが、1点1点積み重ねる、もうこれしかないというところ、いい部分というのはこれだけ失点はしてしまっていますけれども、もちろんですから修正必要な部分はそれはこれだけ失点しているということは絶対あるんでしょうが、でも大野さん、いいところもありますもんね。そうですね、シュートまでちゃんと行ってるシーンもたくさんありますし、あとは決めきれる力だけだと思うんで、
はい、はい、大丈夫だと思いますし、やり続けることが大事だと思います、ええ、長谷川の運動量よく食らいついていきます。ここは奪ったゼーマンから奪いました。そして高木光、坂口、裏を突くボールはちょっと思惑が合いませんでした。横山が流れて対応しようとしましたが長くなってしまいました。横山でも行ってキーパーが拾う。ファンフェーネンダールです。少し間合いを取ってキーパーリスタート。日差しを気にしながら落下点は坂口と一瀬。一瀬が出ている。その裏高木、そして清水が今下がってセンターバックのケアをします。鮫島も中央に絞っています。中の対応ですね。こういうスクランブルの時が問われる。一瀬なんとか逃れた。加藤さんに伺います、はい、今青の5番、今日センターバック起用の一瀬奈々が坂口のところまで上がっていた、その裏を突かれてこういうスクランブルになりました、はい、この対応が問われる。一瀬最後戻ってこれケアをしましたが、当然でもセンターバックが出ていくシーンって絶対必要にはなってくるので、その裏のケアの形ですか、うん、そうですね。あとはこう狙っていい状況なのかどうか、そのあたりのこう個人戦術といいますか判断、まうん、あとは後ろからの声かけですね、はい、今は行っていいところなのか行かざるべきところなのかの判断。そうですね、はい、まあ、そういったところも試合の中でこう積み重ねていくしかありませんので、ええ、まだまだ若い一瀬選手ですけれども、やはりこういったところを、ね、しっかりとあの経験値を積み上げていく、そういった作業も必要だと思います、はい、アンダーの代表でも実績を残してきた、何しろ世界一を経験している一瀬です。そしてベガルタでも実績を積んでいる一瀬です。彼女も怪我との戦いは随分ありましたけれども、そういう経験値はありますが、やっぱり大野さん、そのトップの代表というのは違うものなんでしょうか。いや、そうですね、本当に全然違うものだと思います。全然、はい、何が違うんですか。例えば、そうですね、まあ、責任感も本当に全然違いますし、はい、うん、本当に、お、岩渕、仕掛けろ、ナイス、岩渕抜いた、岩渕ドリブル、来た、岩渕真奈ゲット、1点返した、6対2。素晴らしい、いや気持ちこもってましたね、はい、素晴らしい。リトルマナが大きな仕事をやってのけました。このドリブル3人抜きか、そしてシュート、キーパーのこれ股抜きにちょっと近いような形に見えましたが脇か。でも一連のこのプレー、大野さん改めて解説してください。ドリブルからのこのシュートの判断、素晴らしいですよね、本当に。もうパスなんて考えてませんもんね。自分でこの仕掛けてゴール決めてやるっていうのがもう全面的に出てたんで、もう本当に素晴らしい得点だと思います。ただし試合そのものでは厳しい状況なので、自分が点を取っても笑顔は全くなかった岩渕真奈でした。まさにお二人が強調していたその責任という部分、こういうゴールの形で一つ果たした岩渕真奈です。代表44試合目でこれが通算の12ゴール目。昨シーズン国内復帰という判断を下した岩渕真奈です。まだ若いんですが本当に経験豊富なプレイヤーです。嬉し涙も悔し涙も流してきた岩渕が一つ仕事をやってのけました。ただああいった彼女の気持ちというのはね、はい、しっかりとプレーからも感じることできますし、やはりそういったものっていうのはね、高倉監督にもしっかりと伝わってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、そして大野選手に伺いたいのが、やっぱりああいう前線のプレーがプレーで示すことで他のプレイヤーがついてくるという要素も何かあるような気がするんですけれども、どうなんでしょうか。そうですね、本当にもうやるしかないですし、本当そういうので一つチームとして、はい、あの大きくなっていくと思うんで、はい、清水、岩渕、見えてますね、後ろが見えていた。そして鮫島の上がり、長谷川、岩渕は今近いところ、一旦近づいておいて離れる動き、岩渕、長谷川、鮫島、こういうところは日本の得意技。長谷川、強いパス横山へ、これ読まれていた。ケルク大工が出てきました。でも逆に一瀬の出るところ、この辺の判断、デフラーフ、代表デビュー戦のデフラーフ相手に長谷川です。いい切り替えでした、はい、高木、後半の39分です。今のシーンはね、鮫島選手が前線に上がってましたので、やはりそこをねしっかりと長谷川選手カバーしましたね。残り6分で、まず今日今目の前のゲームでどれだけのことをこのピッチ上で描いて結果を残せるか、勝敗という部分では現実的には厳しいかもしれません。
しかしこの敗戦から次のアイスランド戦、そしてデンマーク戦、アルガルベカップ今年の最終順位決定戦、そこにどういうふうにつなげて直近の4月のアジアカップ兼ワールドカップ予選、そして来年のワールドカップ、再来年ホーム開催、ホスト国として迎える東京オリンピックに新しいなでしこつなげていくのか、一つ一つが全て未来につながる戦いです。ロールトから、これは力のないボール、ジル・ロールトです。バイエルンミュンヘンです。国内リーグオランダのトゥベンテではリーグ4連覇の経験もあるというジル・ロールト、まだ彼女は20歳です。清水、岩渕、これは隅田、岩渕、横山、面白い、清水の抜け出し、オフサイドですが、思わずお二人が来たと声を揃えた、ヨーロッパでプレーをしていた岩渕から、ヨーロッパでプレーをしている横山で、これ清水オフサイドですか、これかなり際どかったように見えました。本当に加藤さん、ゴールまであとちょっとのところのというシーンをいくつも作れているように見えるんですよ、今日のゲームね。いや本当にその通りだと思いますね、はい、ユーロチャンピオンのオランダ相手にここまでのことができてはいます。特に後半に関しては本当に多くの選手が関わりながらゴールを目指す、はい、そういった形が数多く作れてますので、あとはその最後のフィニッシュのところですよね、はい、そして国外組、お、いいですよ、ナイス、裏へ、行け行け、横山、これはキーパーと1対1にできるか、シュート流し込む、左、横山組み仕留めきれませんでした。完全に今でもセンターバック2人の間を抜いてキーパーと1対1を作りました。長谷川選手もよく見てました、その長谷川のパス一発、さあ残り時間少ないところですが、なでしこ、長谷川、長谷川、横山のところ、これは先にケルクダイク、すぐに奪い返しに行く、隅田が追う、隅田が追う、マスヤも追っていきます。清水の対応、しっかりとついて、清水ついていった、いいでしょ、ナイスディフェンス、清水梨沙の対応です。ベレーザでは昨シーズンはセンターバック岩清水と組んで優勝に貢献をした清水梨沙です。横山、まだ自陣、自分でさばいて坂口へ、鮫島、相手のディフェンスは陣形を整えています。間に横山、間に間に飛び出す動き、なでしこ、長谷川、ただオランダの方の戻りも早いですからね、はい、今中央のところはしっかりと固めてきてます。鮫島空いている、オフサイドのフラッグ惜しかった、しかし今のマスヤの意表をついた飛び出しの判断、いい狙いでしたけどね。普段チームメイトの2人、アイナック神戸のコンビ、鮫島からマスヤというそんな連携でした。あと2分です、プラスアディショナルタイム、このゲーム6対2、日本4点のビハインド、残り少ない時間の中でどういう輝きを放てるか、ピッチ上のなでしこの選手たち、鮫島のスローインを坂口、マスヤ、岩渕、清水も手を挙げた、マスヤだ、意表をついたタイミングのシュート、逆サイドに展開された、でもこれはキャプテンマークの鮫島見ていました、高倉監督拾う、鮫島前へ、横山、中央に長谷川が行く、岩渕と交差をする、岩渕か、ちょっとここは混乱した、なおも日本ボールのスローイン、鮫島、ファウルがあって日本ボールのフリーキックになります。横山に対してファンルンテレンです。フランクフルトの横山対アヤックスのファンルンテレン、日本のフリーキックです。
残り時間がないところで日本セットプレーのチャンスです。ここも蹴るのは横山。高さと強さのオランダをどう克服して点につなげるか日本。残り時間がほとんどありません。横山アディショナルタイムは3分です。クリアボールを隅田シュートに持っていく。清水だ。加藤さん今よく乗ってきましたね。そうですね。コーナーキックになります日本です。ゴールに向かって吹く感じの風に見えます。かなりコーナーフラッグも強く入れています。コーナーキック横山。ショートコーナーだ。長谷川横山仕掛ける。その仕掛け、あと一瀬が飛び出していましたが、あと一歩。そしてカウンターには来ません。タッチに逃れた格好。ドミニクアンセンの判断。スローインマスヤ。裏へ岩渕。囲まれる前に抜け出す清水。クリアしただけのボール。ただ収めたオランダです。